近い間合いでやるのは、今は片手で投げるか、突くか、蹴るか。蹴るときにどうしたらいいか。軸足、回す。分かる。軸足を回すとぐっとこう中に、遠くに蹴れちゃう。遠くに蹴らないで軸足を回さずに、最初やったよね、この蹴る。あれ思い出した。軸足を回さずに、この近い前から軸足を回さずに、これを回さずに、このまま、このまま蹴る。後ろ足で。これすごい近くなって、ここから、そのまで、高く、膝を高く上げて、高く上げて、ポンって蹴る。軸足をずらさず。はい。その練習をしましょう。はい。